おはようございます。今日はこんな山の方からお届けしておりますけれども、実はですね、ずーんと回るとじゃん、ここに見えるのがちょっと山の中にあるおしゃれなカフェでございます。いい天気やね。ここです、アダージョっていう店です。空も青いですね。入り口に入るとこんな感じでカントリーガーデンカフェアダージョと書いております。君はここでお留守番です。入るとこんなカウンターがいい感じにあります。外もね、テラス席があります。何にしようかな。これプリプリエビのドリア、母さんはふわふわとろ卵のオムライス。サラダがやってきたよ。どう？うん、おいしい。おいしい。おいしいです。うん、どう？サラダですね。おいしいです。うん、スープ来ました。これなんかパンが入っとる。これこれうまそう。どうですか、ラクダさん。おいしい。ドリアが来ました。めっちゃうまそうやん、これ。おいしい。お母さんのやつはオムライス、超うまそうですね。いただきます。うわ、うまそう。それうまそう。うわうわ、どうですか。おいしい。おいしい。あー、おいしい。じゃーん、デザートも来たよ。生クリームをちょいとつけて一口。次にやってきたのがこちらでございます。椿の丘運動公園ウォーキングコース。ここ現在地なんですけど、海の見える丘なんか歌の題名でありそうな感じだけど、ここに行こう。丸亀くん行くよ。いやー、さっきのねアダージョは結構美味しかったですよ。店の雰囲気が良かったね。一生懸命登ってるわ。抱っこしようか。うん、よし、じゃあ行きましょう。美味しかった？さっきドリアも食ったし、オムライスも食べたし、どうでした？美味しかったですか？うん、美味しかった。海の見える丘に行きたいですか？はい。あー、でも結構景色が良くなってきた。こんな感じ。丸コメもだんだんと重たくなってきたんで、抱っこがしんどくなってきたな。到着しました、海の見える丘に。なんですけど、ガヤーンとこんな感じで行っても海は見えません。どういうこと？超しんどかった登るの。結構いけるね。こんな感じで、なんか向こうの方にもね、なんかちょっとボコッと出てるところがある。ウォーキングコースになってるね。若ちゃんもいい感じに散歩してるじゃないですか。のどかでいいですね、これ。これをちょっと降りたらリキッド動画でも撮って別動画にしよう。撮影が終了いたしました。今日のセッティングはですね、まあリキッドレビューを撮ったんですけど、このパナソニックの LX9、 これいつも通りのコンデジですと、あとね、このタスカムの 10R なんだったっけ、なんとか 10L みたいな、なんか 10R みたいな、なんかそんな感じの名前のやつ、ピンマイクね。で、普通のピンマイクはね、このモフモフついてないんだけど、300円ぐらいで Amazon で売ってたので、このモフモフを買ってちょっとつけてみました。風が強いんでね、外ね、ボフボフボフってなるよりかはいいかなと思ってゲットしました。ちょっと効果のほどは明日の動画だね。で、今日吸ったのはこれ、じゃん、ホワイトチョコレートモカとピコンカーとリカーブのセットで、これからあれですよ、ユニクロと GU に行ってくるみたいなね、そんな感じでね、服をゲットしようかなと思っております。ということで行ってきます。到着しました。 GU とユニクロが一緒になってるとこです。こんなん行きましょう。チェッチェチェッチェン、ただいま。買ってきました、GU で。丸くめくん、じゃあ降りといて。よし、今日ね、買ったのは GU でしか買ってないんですけど、ジャケットみたいなのをね、2つ買いました。まずは、じゃーん、これ、なんかコーデュロイのやつの、このなんかちょっとファーがついてるよっていうやつ。お値段なんと3990円。安い。これ結構ね、使えそうなんですよね。これを着て、ほら、サイズは S サイズです。だから上にこれを羽織ると、まあ、S サイズだからさ、中はちょっとゴワゴワしたやつはあんまり着れないから、
まあ、ロンティーとか普通に T シャツでこんな感じで合わせようかなと思っております。まあまあですよね。まあまあで、まだ買ったのがじゃん、こちらのデニムのこの中ファーファーがついてるジャケット、さっきのねコーデュロイのやつとほとんど一緒なんですよ。一緒なんだけど、これもちょっと欲しくて、ほらこんな感じでちょっとかっちり着れるよみたいな、ちょっとごつく見えるでしょ。なんかね、これも多分中にはごついのは着たらゴワゴワになっちゃうから、薄めのものを着ればいいんじゃないかなと思います。どうでしょうか、こんな感じで。ちなみにこれもう一個あるんだけど、これは母さんのやつっていう感じで、こうお揃いで買いました。でね、あともう一個なんか買ったんよ、パジャマみたいなの。これ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 、じゃーん、またもやミッキーマウスのトレーナーというか、これパジャマですね。これどんなのかっていうと、ほらこのなんかちょっと薄手のねスウェット生地みたいな感じのやつで、ミッキーマウスがこう書いてる、かわいい。これパジャマにしようかなと思ってます。下もちゃんとついてるからね。はい、という感じでですね、今日は朝から車屋さんに行ったんですよ。まずね、車屋さんに行って、そっからカフェに行って、ちょっとランチ的なものをして、そっからまた公園に行って、からの GU ユニクロ行って、ほんで100均に行って、ダイキに行って帰ってきたみたいな感じでね。リストバンドを探してて、 GoPro のやつね、あの太いやつだったらちょっとはみ出ちゃうからダサいから、細いやつを買おうと思ってたんだけど、なくてさ、このね GoPro のやつ、このリストバンドこうはみ出てるじゃん、これがもうちょっとね細かったらね、もう超ベストなんだけど、なんかこう切ろうかなと思ってるんだけどね。でも切ったらさ、めちゃめちゃほつれそうじゃん、だからねちょっと切れずにいるみたいな。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。それではさよならー。